言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。グランパンパースの動画も結構定期的に削除したりしているものがあって、まあ昔のやつとか、まあ私も昔ねちょっと尖ったことを言ったりしてた時期のこともあったんで、その時のやつは削除したりもしてますよ。ザ・ファーストとかの前だったりもするけど、その時のも結構削除してます。はい、まあちょっと検索出てきて誤解されてもね、申し訳ないんでねっていう感じなんで、それでいろいろ見ていたんですよ。で、その中で2年前、しかも2021年、2年前というか約3年前、2年半前ですね、2021年の8月ぐらいの動画だったんで、コロナ禍でしたけど、ちょっとコロナ緩和した状態でマスクをしてパテーションをして消毒液も置いてみたいな感じでコラボ動画をね、占い師のマルユンさんって方と撮ったことがありました。私もタロット占いはしますけど、私はアマチュアなので、マルユンさんはそのいろいろやってますが占いもプロでやっていらっしゃる方で、まあ実はちょっと今度ね、話をするというか会うんですけども、久々にでね、その動画があって、ちょっとこれ結構改めて見るとおおって思ったんですよね。まあだから2021年の8月ですから、シャイニングワンは出ていましたが、出ていましたよね。ギフテッドは出ていないね。ギフテッドは2021年のね、11月3日ですから、その段階でレオ君ですよ。レオ君について占ってもらってたというか、レオ君だけじゃなくて BE:FIRST 全体のメンバーの話をしていて、占い自体は丸山さんの YouTube の方で上がっていると思うんですけど、ちょっとネタバレ的な感じでレオ君についてやってくれてたんですね。でレオ君に関してその丸山さんが言ってたのが、まあ最重要メンバーだという話、つまり気が強くて BE:FIRST メンバー他の6人ね。でその中で一人だけ気が強くない人がいると、それがレオ君で、人をこうまとめたりとか人に歩み寄ったりすることもできるし、それから自分のことよりもチームのことを優先すると、これはね、ザ・ファーストの終わりの時にスカイハイも言っていたことで、確かあれですよね、最後までレオにやってくれと言ったけど結局最後までやってくれませんでしたねってことが、要するにチームのことよりも自分のことを優先して考えてくれっていうことを、結局最後までそれはレオ君はやらなかったと、チームのことを優先して考えたっていうところの話。そうで、とにかくレオという存在がいるから BE:FIRST はうまく回っていくだろうっていうね、そういう話ですよ。いや当時はね、本当にギフテッドも出る前ですから BE:FIRST がどうなるかなんて分かんなかったんですよ。その中で語ってましたね。はい。で、まあ、私自身も結構ルイ君とかの話をその動画の冒頭とかではしていますし、今思うとレオ君の名前が出た時にグランパンパースの反応がちょっと薄めっていうね、なるほどっていう、なんだろう、あんまり注目もしていなかったみたいなことも言ってますし、今の私がこの場にいたらね、こんなんじゃ済まないっすよこんなんじゃ済まないっすよってなんだ笑ってしまったけど、いやでも結局その癒し効果があるって話とか、癒しの力を持っているっていうこととか、人をまとめていけるっていうところとかも含めて、でチームのことを考えるっていうところの話もされていたんですけど、BE:FIRST のチームっていうところもそうだし、最近で言うとそのラビットに関しても、あれもチームじゃないですか。木曜日チームね、月曜日にも出ましたけど、月曜日のねレオくんの話もちょっと言いたいことというかね、語りたいことあるからまたね語りたいんですけど、チームをまとめるっていう部分で多分自分よりもチームを優先してっていうところがあって、そこなんでしょうね、レオくんのその得意性っていうか、ラビットを何回ももう出ているけどこなれてくるところっていうか、それがなくずっと新鮮な感じでやっているけど、多分それってタレントですからみんなそれは当たり前だけど、自分自身をどう目立たせるかとかそういうところを考えつつやると思うんですよね。まあそうじゃない人もいるのかもしれないけど、
ただレオっていう存在はそうではないと、チームのことを考えるから、ラビットに関してもチームを考えているんだろうということなんでしょうね。うん、だから、うん、しかも何も狙ってもないっていうかね、こう爪痕残してやろうみたいな、そういうのもないっていうか、ね、その感じじゃないですか。でも実際その彼の存在ですごい新規の、ね、方といいますか、BE:FIRSTに興味持つ人増えまくってますよ。でやっぱりこうミリビリとかブンブンバックとかスクリームとかメインストリームとかね、まあ結構やっぱりいかつい曲調多くて、なかなか2021年の段階だと、まあその時にはまあギフテッドも出てないから、その後スクリームやブンブンバックやメインストリームが来るなんてことは知らないんだけど、しかも当時シャイニングワンですから出ていたのね、あの感じだとゴリゴリにやっていくかどうかっていうのって分かんなかったっすよね。そう、でもその気が強いっていうところの話、他の6人がだから、そこでぶつかったりすることもあるかもしれないけど、そこにレオ君がいることで中和されて全部がうまくいくって話をしていた。これはでもスカイハイがザ・ファーストの最後にレオ君を呼んだっていうのもそういう意味合いがあるんだろうなっていうことでもあり、うん、でスカイハイさんが、スカイハイがそのレオ君に関して、丸四さんが言ってたのが、スカイハイさんもその結構全体を見てそれで入り込んでいくとか、そういうまとめたり癒す力があるっていうのがあるんだけど、実はスカイハイ社長よりもレオ君の方がその力は強いっていう話、うん、だからそこの部分を見抜いてというか、それをレオ君にやってもらってる感じなのかなっていうことなんですかね。そう、まあ結構そういうこともあって、これをだからギフテッドが出る前にそれを占いで導いてくれていたというのはありがてえなと思いましてね。だからレオ君がやっぱりラビットもそうだけど、ある時期からすごくなんていうか目立ってきたわけですけど、なんか私も動画を、BE:FIRST関連の動画をずっと上げさせてもらっていて、なんかレオくんの注目度がなかなか上がらない時期っていうのがあって、で私グランパンパースもレオ推しに、レオ推しというかソータレオ寄りの箱推しになったのって多分そんなに昔のことじゃないので、だからそれこそ2021年から2022年ぐらいの段階だと多分そんなに積極的にレオくんについて語っていなかった気がするんですよね。でちょうどその2年半前の動画のコメント欄を見ると、コメント欄のところにレオくん、なんかあまり注目されることが今ないので嬉しいですみたいなコメントだったりとか、リアクション動画系ではスルーされてしまうので話題に出してくれて嬉しかったですみたいな、あ、マジって思って、私リアクション動画そんなに見ないんで、でもそういうことなんでしょうね。ただ最近のリアクション動画、レオの声質めっちゃいいっていう話とか普通にたくさんありますよね。だから最近っていうか、どうだろう、まあブンブンバックとかでメインストリームあたりでもそうだったし、結構最近スマイルアゲインとかで、あの辺かやっぱ2023年入ってからですかね、まあ、覚醒した部分ってのが絶対にあるんだろうなって気がするし、その覚醒したところとともに、ラビットとかにもすごく彼がハマり始めて、まあ番組側が呼んでくれるにもなって、あのバラエティ適性とか、どっから来るんだろうなっていうふうにすごい謎なんですけど、ただ、多分あれなんですよね、私たちがタレントを見るときに、やっぱりそのバラエティにしろ、ドラマにしろ、トレーニングを積んだり、まあバラエティはトレーニングというか、離れをして、それでやっていくっていう感じなんだろうなっていうのが、基本的にあるんだけど、多分そこではないベクトルで、レオ君は物事を考えてて、さっきも言いましたが、チームっていうところで、多分、自分自身っていうのを、多分そんなに考えていないわけでしょう、おそらく。だから、周りが、どういう風に輝くかっていうところで、自分がそのチームの中でどういう役割ができるかっていうところに自分をそこに配置するっていう感覚、配置っていう言い方も正しいかどうか分かんないけど、それができる人なんだなっていうのとかもあり、
なんかレオ君のそのバラエティ適性とか、あとなんか寸劇とは言っても演技が上手だったりするところ、あのコメントでいただきましたが、以前そのね、りょうき君からそのブンブンバックかな、なんかし何かの演技のその感じをすごい褒められたっていう話を嬉しそうにしていたレオ君の話があってっていうことなんですよね。ブンブンバックで言うと、例えばロッカーとかに何かしら隠してるレオ君は、あれ本当に2000年代に渋谷とかにいたちょっと悪めな兄ちゃんの感じ出てますもんね。うん。で、セリフとかはないんだけど、なんか表情でそんな感じってなんかわかるのって、あれすげえなって思ってましたよ。そう。だから、なんかそれも含めて、で、やっぱりね、ラビットで寸劇ね、マジ肉調査隊でやりましたけどね、あの裏切り者役の刑事やりましたけど、あれとかもね、目とか怖かったですからね、普通に。初めてレオ君にゾッとしたかもっていう話を動画で上げさせてもらった記憶もあります。はい。っていうことで、うん。でも、現状やっぱりレオっていう存在は、新規をね、こう呼んでくるっていうところでも本当にそうだし、パフォーマンスとか、あとバラエティ的なところとか、トークとかでの要だったりとか、なんか象徴的なエピソードが、メインストリームアリーナツアーのリハーサル見学の特典があるわけで、その中で、ソータくんがちょっとした、内容のネタバレをしてしまった時があったと。で、その時に、他の6人が一斉にレオくんを見たっていうね、うん、BE:FIRST の他の6人が一斉にレオくんを見て、なんかあった時に、みんなで一斉に俺を見るのやめてくんないって話をしたと。うん。そういうことですよね。だからその、みんなをまとめていくっていうところとか、そういうことを、やっぱり実際にやっているっていうことでもあるわけですよね。うん。だから、改めて思うとそうだったんだなと思って。ね。でも、なんかね、レオくんに関して、結局自分もいつの間にかね、レオくんのことを語るようになってて、この間だってね、むしろなんで怒られるのか、怒られたのかわかんないんですけど、レオくんばっかり語りすぎですって、なぜか切れてる人いて、あれって思って。でも、レオくんのね、ラビットとか、ラビットの話しててさ、他の6人の話するわけにいかないじゃないですか。レオくんが出てんだから。まあ、そんなこともあったんですけど、まあ、こうなりましたね、本当に。人たらしとか言われますけど、ね、私もたらされましたからね。うん、言ってみれば。っていう感じで、まあまあちょっとそんな感じですよ。いや、だから、そういうことなんだなって思いましてね。まあちょっと久々にそういうのを見て思ったんで、まあ最近見た人はね、その動画も見てないかもしれませんし、むしろちょっとね、グランパンパースも今よりも、多分ね、BE:FIRST とか BMSJ に対する解像度というか、そういう考え方がちょっと今より足りないなっていう、まあ当たり前なんだけどね。だってまだギフテッド出てない段階だからさ、それ足りないわよっていうね。っていうことなんですよ。うん、まあそれもあってアロハシャツなんか着てるやつでね、ありますけど、まあちょっと恥ずかしい部分もあるけど、まあもっとさらに昔の動画に比べたら全然大丈夫だし、うん、まあよかったらちょっと聞いてみて、見てみてください。コラボ動画も最近やってないですから、全然この感じとは違うところで映ってて、まあアルンサのオフィスでやってるんで、それも新鮮かなっていうふうに思いますよ。でコラボ動画の時は画像とかうまく載せたりとかして、意外と編集しますからね。自分の情報の時は編集とかあんまり、時間的にあんまりなくて、で編集も苦手だし、あんまりできないんですけど、ひたすがに人とのコラボの時は編集しますんで、そんな感じになってます。はい。まあ、ね、まあ、レオくん、おかげさまで、彼のおかげで、BE:FIRST がすごく好調でいっているんだなっていうところを思いますよ。で、あれこれさっき言ったかな、なんか他の6人に関してとか、BE:FIRST みんな気が強いから、例えば楽曲とか作るときとか、そういうときにも結構自分の意見とかも言ったりすることも多いんじゃないかなって話をしていました、マルヨさんが。確かにメインストリームのときとか、ね、あれはだって社長に直談判しに行ってみたいな話もありましたしね。まあそういうことですよね。うん。でもそのクリエイティブに対するやっぱり真剣な気持ちっていうのが、これはもうレオ君も含めて7人が全員、それがあって、それが功を奏してるっていうことなんだなって改めて思いますし、まあそういうことで、まああれから2年半経ちましてね、さらに BE:FIRST を上の方に行くと思いますし、まあ、ちょっとね、この間 LINE でやり取りした時に、やっぱりその BE:FIRST っていう存在が、こういろいろな、そういうダンスとか歌とかラップとかやっている子たちの中で、やっぱり一つの目標というか、そことして捉えられている存在ではあるっていう現状、
それを聞きましたよ。まあいろいろやってる方なんで、はい。まあ詳しくは言えないことも多いんですけどね。うん。そう。だから、さすがにやっぱりね、シャイニング1が出たばかりの頃にはそれはまだまだわからなかったけど、いい感じになってきているなっていうのを改めて思いますね。はい。というわけでございます。うん。占いもね、私はプロではないけれども、まあ、気軽に結構やることもあるので、また何かしらでやりますね。はい。マーゼルに関してはこの間ちょっと占いましたが、はい、そんな感じです。はい。では、私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。それでは、失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。